シクロドデカヘキサエン、またはアヌレンは、化学式 C12H12 のアヌレンの一つであり、その方向属性に関して興味が持たれている。シクロドデカヘキサエンは、平面ではないため、半方向属性であるが、一方、14電子のジアニオンは、ヒュッケル属により、方向属性を持ち、より安定である。インシリコ実験では、トライトランスクリプション異生体が最も安定であり、 次に1、7でトランズ異性体とオールシス異性体、1、5でトランズ異性体と続く。新トライトランスクリプション配置を持つ最初のアヌーレンは1970年に3、乾式線具体から低温での光分解により合成された。化合物を加熱すると2乾式の6、4、0異性体に再配置する。化合物を低温で還元するとジアニオンを プロトン核磁気共鳴で分析することが可能となり、内部のプロトンがテトラミチルシランに対してマイナス 4.5ppm で共鳴し、半磁性間電流の証拠となる。ある研究では、1、7でトランズ異性体は低温のテトラヒドロフラン中、ヘキサブロモシクロドデカンとカリウムタートブトキシドの脱ハロゲン化水素で生成した。 この化合物の金属セシウムによる低温還元では最初にラジカルアニオンを生じ、後にジアニオンになる。この化合物の内部プロトンの化学シフトはプラス 0.2ppm でトライトランスクリプション異性体よりもずっと小さい。ラジカル4溶液を室温まで加熱すると脱水素し、ヘプタレンのラジカルアニオンを形成する。ありがとうございます。